クールブ代表ミノです。今回はこちらのクルリンパポニーテールをしていきます。ですね。横がこういった感じで、後ろがですね。これなんとこのクルリンパだけなんですね。すごいなんか編み込んで複雑そうに見えるんですけど、クルリンパをちょっとした工夫で作ることができますので、ぜひ参考にしてください。まずこのような感じで4つに分けます。遅れ毛を残して、横の髪、後ろ。という感じで4つに分けます。これ分かりやすいようにゴムで留めてるんですけど、実際は留めなくても大丈夫です。そして次にクロスするように、この横の髪と後ろの髪、この後ろの髪と横の髪という感じでクルリンパしていきます。これで端に留めてしまうとツインテールになりますので、これを極力難しいんですけど、真ん中に寄せながらクルリンパしてください。それでは1つ目のクルリンパをしていきます。ゴムは少しきつめでしてください。で、角度を下げて毛束を引き上げます。これでこの分がねじれていますので、ここを狙ってルーズにほぐしていきます。でほぐしは間隔を空けながら、ほぐすところとほぐさないところをつけると立体的になって可愛くなります。これを逆もしていきます。では2つ目のクルリンパをしていきます。ゴムはきつめですね。ここもきつめで極力真ん中に寄せてください。真ん中に寄せてクルリンパします。でここも同じくねじれのところをほぐしてルーズ感を出していきます。ほぐしは爪ではなく、爪とこの指の指先ですね。爪でしてしまうとどうしてもパサつきが出ますので、指先を使ってほぐしてください。でこの最後にバランスを見ながら、この表面のところもほぐしても可愛いです。ではゴムアクセをつけていきます。これはこのような感じでどうしても2つに分離してしまいますので、こういったゴムアクセがおすすめです。もう一つゴムを使って、そこにヘアカフ、ポニーフックを使っても可愛いです。大丈夫です。でゴムアクセは最初のようにモチーフを真ん中に置いてずらさないようにすると、こういった感じで綺麗に留まります。これで毛先と遅れ毛を巻いていきます。毛先はこのようにざっくりワンカールまずつけて、柔らかい質感にしておいてから、表面の髪をこのように細く取って、少しだけ強く巻きます。そうすると立体感が、下のカールとのメリハリが出て立体感が出るので、この工程だけで可愛くなるのでおすすめです。これを 2,3 箇所行います。遅れ毛は少し緩巻きがこのアレンジにはおすすめですので、巻き込みの時間を短くする、そしてこの何箇所かに分けて巻くですね、この2つを使って緩い質感を作ってください。はい、完成しました。皆さんが使っているクルリンパをクロスにするだけですね。クロスにして2回するだけで、これぐらいこのおしゃれなポニーテールが完成します。唯一のポイントは真ん中に寄せることですね。クルリンパを必ず真ん中に寄せてすることです。端に寄せるとツインテールみたいになりますので気をつけてください。このような感じでヘアアレンジがもっともっと好きになってもらえる動画をアップしていきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。